L 型潜水艦はソ連海軍の潜水艦の艦級。正式艦級名称は第2系列潜水艦02列である。ただし後期型は第13系列に分類されている。ロシア革命後、海軍力増強の必要性を感じたソ連海軍。首脳は艦艇建造計画を軍事評議会に提案した。 これに対し評議会は1926年に大規模な官邸整備計画を承認し、その一環として建造が計画されたのが本型である。L 型は沿岸紹介用の機雷敷設潜水艦として計画された。通常の水上艦では適正海圏下での機雷敷設作業時は危険性が高かった。そのため、高専海域での機雷敷設作業は、 潜水艦が適任と言える。L 型は、機雷20個の搭載能力を要求された。本型主任設計者は、以前、D 型潜水艦の開発を担当した、マリーニン技師である。マリーニンは、D 型設計の経験を生かし、設計に取り組んだ。開発にあたっては、A 海軍から輸入した L 級潜水艦が参考にされた。船体は6区画に分割され、 サドルタンク式海水槽を備えた反復核式構造船体であった。第2系列の改良型が第13系列潜水艦である。改良点は製造工程の簡略化、並走、機関強化などである。1933年から運用が開始され、第2次世界大戦などで活躍した。その後、大半の艦は1950年代末までに、 退役したが一部は70年代まで運用された。特に日本ではカラフト千島侵攻作戦に参加した L-19 が有名である。ありがとうございます。